皆様こんにちは、三井千恵子です。本日はイベントス主催のオンラインセミナーにご参加いただきましてありがとうございます。今回の動画では11月19日に東京で開催されましたセミナーの太陽物産株式会社様のご講演をご自宅でお楽しみいただけます。太陽物産株式会社様は東証スタンダード市場に上場しておりまして、銘柄コードは9941となっております。それでは太陽物産株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます松島新介様にお話を伺ってまいります。松島社長、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて松島社長、はい、御社は今年からIR をこう始めたというふうに伺っております、はいはい、83期の古い会社でいらっしゃいますけれども、今年からこの IR 活動を始めたそのきっかけとか思いとかを伺ってもよろしいでしょうか。83期続いている会社なんですけれども、3月から私が代表になりまして、今まで IR 活動を全くしてないということで、今後ですね、皆さんに認知度を広げていきたいということで、今回は参加させていただきました。ありがとうございます。松島社長に代わられてということで、もしかしたら初めて知ったという投資家の皆さんもいらっしゃるかもしれませんが、このタイミングで知れてよかったっていう話きっと出てくると思いますので、講演の方注目していただければと思います。ではまずこの企業について簡単に太陽物産さんについて社長の方からお伝えいただけますでしょうか。はい、太陽物産株式会社は、83期続いている老舗の総合商社になります。主にですね、農畜産物を、輸入販売しております。で今後もですね、輸出中国に向けての販売とかを大きくしていってですね、会社自身を業績を伸ばしていきたいなと考えております。ありがとうございます。業績を伸ばしていきたいというお話ありましたが、22年9月期の売上高は上方修正をされて、はい、で好調だなと思うんですが、はい、その背景について簡単に教えていただけますか。背景的にはですね、主にですね、以前やってた鶏肉販売の方がですね好調で、今期はそれの売上も高くなりましたので情報を生成することができました。ありがとうございます。ありがとうございます。詳しくは講演でさらにお伝えいただけるということですので、はい、そちらのこの後ねご覧いただければと思います。また太陽物産さんといえば優待すごいなっていう印象がある方も多いと思うんですが、その優待についても簡単に教えていただけますか。今期9月末のですね、株主様に対してお一人様にですね、5000円のクオカードを配らせていただきました。利回りはその当時で言うと5% から 6% ぐらいあると思いますので、クオカードっていうともうほぼお金というようなところがあって、利回りがすごいなっていうふうに感じられた方多いと思うんですが、その優待ですとか、また今後のね、投資家株主さんへの還元の考え方っていうのもこの講演で伺えるということですので、ぜひ注目して聞いていただければと思います。それでは松島社長、この後ご講演ということですので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。にご講演いただきますのは太陽物産株式会社様です。東証スタンダード市場に上場しております。証券コードは9941。出席者をご紹介いたします。代表取締役社長の松島新介様です。それではよろしくお願いいたします。太陽物産株式会社代表取締役の松島です。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。短い時間ではありますがよろしくお願いいたします。それでは始めさせていただきます。お手元の資料を1枚めくっていただきますと、面積事項について記載しております。こちらにつきましては恐れ入りますが、お時間あるときにですね、ご一読いただければと思います。よろしくお願いいたします。続きまして本日のアジェンダでございますが、これぐらい人が集まるときにですね、私も話すことがあまりないもんですから、自分の認識を確認したいと思いまして、ちょっと申し訳ないんですけど、この説明会ある前にですね、太陽物産ってちょっとご存知の方ありましたら、挙手いただければちょっと助かるんですけど、誰も知らないということでありがとうございます。思った通り本当にうちの会社は長いことやってるんですが、認知度はすごい低い会社なので、こういう機会をいただきましてですね、今 IR 活動をさせて、今年からですね IR 活動をさせていただいております。まずは太陽物産の会社の説明からいたしたいと思います。
その後、今後の経営方針につきまして話をさせていただき、それから、最後に昨日、発表いたしました2022年9月期の、決算のハイライトについてお話をさせていただきたいと考えております。それではまず、弊社の概要から始めさせていただきます。弊社は1941年に設立した、総合商社です。現在はですね、東京証券取引所のスタンダード市場に上場しております。証券コードは9941でございます。10月から新たな期に入りまして、今期で83期を迎え、あと17年で、ミレニアム企業となるべく、社員一同頑張っております。これまで83年続いた社風を変えるべく、この3月に経営体制を変更して私が代表になりました。取引先の見直しや事業の入れ替えをして進めております。一口に商社といいましてもいろいろな分野があります。また昨今ではインターネットの普及や、EC マーケットの広がりもありですね、誰でも簡単に、商社機能を持てるような時代になりました。やはり商流全般をですね、見直す時代に来ているのかなというふうに感じております。続きまして、弊社の歴史なんですけど、変革をご覧いただければお分かりいただけると思いますが、早い段階から中国との取引を行ってまいりました。田中角栄さんが中国に行って、日中国交正常化をする前から、台湾の取引がなかった弊社は、中国から友好商社と位置づけられ、長らく取引を、してまいりました。大きなものとしましてはですね、過去で言いますと、三菱自動車がまだ直接中国に販売できない頃からですね、商社である弊社を通して年間1万台以上のパジェロをですね、輸出したりしておりました。今でこそですね、トヨタ、日産と、自由に輸出または現地生産しておりますが、その時は商社機能を使わなければできない時代でした。その後ですね、リーマンショックなどがあり、事業規模はですね、少し縮小してまいりました。遠隔にも記入しておりますが、以前は海外に駐在所を開設して積極的な現地展開も行って、おりましたが、これらの現地拠点もですね、現在では生産や閉鎖しております。過去の状況を見ておりますと、海外との取引が比較的容易に、何か、特別なですね、何かを持たなくてもですね、できるような時代になったこととタイミングをいつにしてですね、少しずつ弊社の売上も減少が始まってきているものと、思われます。ですけども、それでは現状の太陽物産の事業の概要と販売の状況を説明していきたいと思います。弊社は貿易商社として、農畜産物を中心とした輸入事業を展開しております。各部門別に、販売の商品を分けてやっております。部門で言いますと、食料部、営業開拓部、生活産業部と、この3つの部門に分かれて事業をしております。それぞれで輸入事業、輸出事業、三国間貿易などを行っております。スライドでもお分かりの通りですね、輸入事業がですね、弊社の場合ですね、大きく、円を見てもらったら分かるんですが、大きく位置を占めております。続いて輸出事業、三国間貿易となり、これから行おうとしている新規事業につきましては小さくなっておりますけれども、一般的に商社で言いますと、この輸出輸入三国間貿易ですね、この事業の円がですね、同じような大きさで、あればですね、理想形とは言えるんですけども、弊社は大きく輸入事業となっております。この弊害としてはですね、やはり円安とか円高に、対応しにくい会社であるということがですね、スライドを見ていただいても、お分かりいただけると思います。弊社の事業内容につきましてですね、弊社の、営業担当部長である保証部長の方から、ちょっと変わってですね、ご説明させていただきたいと思います。こんにちは、食料部の保証と申します。今日はお忙しい中ありがとうございます。事業内容に関してご説明申し上げます。私どもの会社、食料部、営業開拓部、生活産業部と、3部門、ありますが、その3部門すべて輸入事業を行っております。食料部は主に牛肉、鶏肉、あとは羊肉、ラムですね。だって鶏肉の加熱加工品、これはイメージしやすいのは、その唐揚げであったりとか、そういったものですね。
とはペットフード、そのものを輸入しております。生活産業部に関しては豚肉や、豚肉の加熱加工品ですね、チャーシューとかあるのをイメージしていただくと分かりやすいと思います。そういったものを主に輸入しております。輸入先はそちらのスライドにあるように、牛肉や豚肉に関してはアメリカ、オーストラリア、メキシコから主に、鶏肉の原料や鶏肉の加工品に関しては、ブラジル、タイ、中国から輸入しています。販売先ですね、日本国内の販売先に関しては、ファミリーレストランであったりとか、居酒屋さん、あとは、メーカーさんですね、これは搬送メーカーさんにイメージしていただくといいんですけども、あとは量販店さん、いわゆるスーパー、だったりは卸売会社、パン屋さんと我々の通常というのもいいんですけども、そういったお肉を卸売する形に販売をしております。営業開拓では、大豆、脱脂大豆、脱脂大豆っていうのは醤油の原料になるやつなんですね。そば、あと緑豆、緑豆っていうのは、もやしが入ってくる前の豆の状態のものですね。そういったものを、そういった農産物を今輸入しております。大豆や脱脂大豆に関してはアメリカ、カナダ、中国、東南アジア、中国から今輸入しております。そして卸売会社や製粉メーカーさん、そういうところにも販売をしております。輸入事業のポイントとしては、そこに書きましたように、3つ、4つ、ポイントだと思っております。1つ目は仕入れ相場の変動がございます。今年は本当に2月にロシア・ウクライナの問題が、起きてからですね、ウクライナに関しては穀物が非常に有名で穀物不足だというニュースが流れたと思うんですけれども、実は鶏肉の、ヨーロッパに対する一大産地でもあったりしてですね、実際そのウクライナの鶏が、ヨーロッパに輸出されないという問題で、非常にそれ以外の部分に対して強い需要が、起きたりとか、そういった形で非常に食品に関しても全般的に鶏肉に限らず牛肉も豚肉も大変、今年1年は上昇してくる一方の年でございました。あとはその新型コロナの問題で、日本もその人手不足というところを非常にニュースで取り上げられていると思うんですけれども、やはり海外の生産工場に関してもですね、やっぱり特にその食肉関連の工場というのは労働集約型のものですから、人が集まらないと、商品が作れない、作れないというので、そういった部分が原因でも、値上がりをしている感じでございました。あとは為替ですね、今年も3月と9月、10月のところで非常にその115円くらいのレベルのものから、ピークでも150円を超えたような形になって、大変な、円安になってしまっております。輸入という立場でいうとですね、もともと商品の値段が上がっている、これは例えばアメリカのドル建てだったりユーロ建てだったりするんですけども、これをその、日本円に、転換するんですけど、この時の為替レートが円安にいってると、値段がまた上がってしまうので、それに付随してその、輸入にあたって関税というものが基本的にはかかるんですけども、この関税に関しても、輸入した時点での、為替レートが適用されるということで、そういった部分でも、値段が上がってしまうので、それ以外にも、物流コストであったりとかそういったものが一般消費者の皆様のお手元に届くと非常に今値段が上がっている状態です。こういった仕入れ相場の変動なんですけども、私としてはですね、そのリスクを最小化するためにまずその、買うタイミングですね、海外の工場や会社から買うタイミングとお客様に販売するタイミング、これを同じタイミングで極力、やるようにしております。非常に今比率を高めている状態です。でまたその、外貨ですね、ドルやユーロで買うものですから、これもその為替に関しての契約時点で、きちんとヘッジをすることによって、思わぬ、その発生しないような形になって収益管理をしております。また商品の安定供給という部分をやっぱりどうしても担保していかなきゃいけない中で、仕入れ産地に関しては常にその複数のものをですね、持つ、もしくは新しい産地を探すというような取り組みは、やっています。あとはその在庫状況をですね、コロナで物が来ないということも、今年と、よくありましたので、ある程度適宜在庫を調整しながら、その在庫に対するような形の体制を取っておりました。あと運転資金の、
化にも私も取り組んでおります。世界各地からですね、今船便をメインに、特にコンテナ船、よくニュースで流れると思いますけども、コンテナでもってですね、冷凍や冷蔵を、にしてただお肉であったりとかに関しては農産物に関してはドライバーを常温のコンテナに入れるんですけども、これがですね、現地を出船してからブラジルなんかで日本に入船するのに60日かかってしまいます。例えば東南アジアであれば2週間弱くらいで行きます。そういった中でですね、例えば60日間もその海の上に商品が浮かんでいるとですね、非常にその運転資金の回転率に関して影響を与えてしまいます。そういったその資金効率の観点から、例えば鶏肉であればブラジル産のものがあり、タイ産のものがあり、中国産のものがあり、ブラジルであれば60日かかります。タイ、中国であれば、2週間から効果できますという中で、当然そのそういった部分でですね、同じ商品であれば公開品数の少ないところ、商品の選択肢に一度に入れ替えを行ったりをしてですね、資金効率の質が今、改善していく取り組みもやっております。次、輸出事業に関しては、これは営業開拓部が取り組んでいます。今はね、化粧品であったりとか、化粧品だけじゃないですけど、化学品の、原材料の取り扱いが、多いです。輸出先としては、中国、インド、パキスタン系を主に輸出しております。最近はその、日本国内からですね、輸入車、こういったものを、集めてですね、中国向けに輸出をしたいというのを、始めております。で、輸出事業のポイントとしてはですね、まずは為替の変動がございます。輸入とは逆に、円安は輸出には、逆に有利に働きます。ここまあ10年間の為替レートを考えると、2023年に関しても、円安っていう、言っていい為替レートを、継続するような形で私も想定しておりますので、一律の輸出の分に関しては、この追い風を使って拡大に取り組んでいきたいと思っております。次のポイントとしては、多種多様なニーズ、これが挙げられると思っております。マッカー便に関しては、例えば日本国内の、大手の、国内のメーカーさんからですね、例えばこの国に売れないかだとか、あの国に売れないかだとか、そういったお声をかけていただいた中で、販売代理としてですね、私どものネットワークの中で、海外のお客様の方に紹介をして、橋渡しをしたいとか、逆に今中国ですとか東南アジア、に限らないんですけれども、非常にその日本産のものに対する興味が、強くてですね、こういったものを買えないか、ああいったものを買えないかということで、それ逆に問い合わせをいただくこともあります。そういった場合にはですね、私どもの方で例えば、日本のですね、メーカーさんであるのか、トレーさんであるのか、そういったところとですね、探してですね、マッチアップをしてマッチアップしてですね、新しいその商売、商圏を、創出するように一生懸命取り組んでいます。具体例としてはですね、今中国国内でですね、EC サイト、具体的に言うとですね、いわゆる楽天とかああいう的なやつではなくてですね、もう少しその動画サイト、例えば TikTok であったりとか、ああいった部分の、有名な方がやっている部分で、そこでも販売をしたりとかっていうのは非常に今伸びてきているので、そういった会社から、そういった会社から先日ですね、日本の化粧品で非常にその中国国内での人気が高くてですね、でそういったその品質がとても素晴らしい、化粧品を供給できないかという話がありまして、それに対しても今、メーカーさんを選定してですね、行動があるようになって、取り組みをできないかということを今、言っている状況でございます。輸入輸出に加えて、私は三国間貿易関してもやっております。主に営業開拓部が今現状は取り組んでおります。現在取り扱っているのは食品系であったり、商品化粧品原材料、こういったものを、やっております。具体的には、化粧品なんですけれども、韓国から、中国に、リンゴ果汁に関しては、中国からアメリカや EU、ジュース原料ですね、動物用飼料、餌ですね、こういったものをオーストラリアから中国に持ってきたりと、日本を経由するわけではないんですけども、仕入れ先と売り先の間に立ってですね、私の方で、商
を構築しているというような3年間ボーリングもやっております。でポイントとしてはですね、手続きの複雑化とあとは信頼性、こういったものが挙げられると考えています。実際その輸出を具体的にする国と、輸入する国の間にはですね、例えば原材料や製品中に、やっぱ使用していいもの、もしくは、使用してはいけないもの、残留してはいけないっていう、原材料や添加物、農薬、こういったものに違いがあるので、やっぱ輸出国と輸入国 の, このルール、これをきちんと確認しないと非常にこうトラブルに深いになっているということが多くあります。つい先日の例なんですけども、タイの、コーヒー屋さんのスナック菓子を輸入しようと思ったんですけども、タイのスナック菓子、いちいちその要素を、どうですかね、要素を、よく海藻類に入っているんですけど、この要素が、塩に入ってしまっているんですね。で今その日本のルールだと、もう要素が入っているものに関しては輸入できないみたいな。で実際これはその日本人に関しては海藻類を食べることが多いんですけども、例えばタイ人に意味があるんですけども、やっぱ要素が国民的に不足しているみたいで、必ずやっぱ塩に要素を入れてしまうような、まあ、そういった部分で、ね、これは事前に調べた中で、あ、これは輸入できないねと、そういったような大変な事例もあったりとかして、そういった部分で輸出国という輸入国の、法的なそのルールですね、これをきちっと調べていかないといけないなというふうに思っています。もう一点はやっぱりその、輸出元の国のですね、供給者であるサプライヤーですね、この企業さんのやっぱりそのと、あとは販売先の財務的なですね、信用状況であったりとか、契約履行能力、あとはその商品自体が持っているその品質、こういったものがやっぱりきちんと確認する、これを気にしなければいけないと考えています。弊社では、こういった部分に関してはですね、やっぱり常時的にはこういった時は育たないんで、非常にその長い、経験を持っている社員を配置したりとかですね、輸出、サプライヤーさんと販売先の企業の取引実績であったりとか、信頼性を確認した中で、選定してリスクを最小化した上で参考価格貿易を行っております。弊社事業内容に関する説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。以上がですね、今まで、以上が弊社の今やっている事業内容の概要とですね、弊社が現在行っている商売となります。社会的環境はですね、昨今の原料高につけ、円安と環境は非常に厳しいものとなっております。先ほどもありましたけど、スーパーなど行かれてもですね、お分かりの通りですね、商品の値上げが続いております。原材料の仕入れを行っている弊社には、今後厳しい状況になっているものと思っています。現状の円安が続いていけば、やはり輸出を伸ばしていきたいと考えております。今、考えておりますのは、日本国内の企業様が中国に商品を売りたいと考えておられる方も多いと思いますが、実際どうすればいいのかと、先ほども言ってましたけども、分からない部分も多いと思いますが、弊社が過去に蓄えたノウハウを生かしてですね、日本の企業の代わりに中国に販売をしていくことなど、新しい取り組みなんですが、従来の動きとの融合でですね、今ある少量を生かして、次の取り組みへと発展できる企業にしてまいりたいと思います。今後の経営方針についてですが、次ですね、今年の3月の臨時株主総会で、株主提案が承認可決され、私が代表となりました。まだ走り始めたばかりですが、現在進行形で経営改革に着手している最中となります。経営改革を進める上で、私は大きなテーマとして3つのことを掲げ、コミットをしたいと考えております。こちらですね、その3つとなります。1つ、しがらみからの脱却、2つ、変化へのチャレンジ、3つ、未来のための、種まき、それではこの掲げた3つの経営方針をご説明をしてまいりたいと思います。まず1つ目のしがらみからの脱却です。これは盲目的にならずですね、本当に必要なのかと常に問いかけながらですね、従業員と話し合い、今やってることが正しいのかいいのかと、確認していくことです。その結果ですね、再三事業の整理を行いました。前のですね、経営体制での再三、部門をですね、撤退をいたしました。具体的に言いますと、中古車販売事業などをしておりましたが、
必要な人材もおらず、勝てる見込みはないと判断して撤退いたしました。撤退することで、車両を保管するヤードにかかる費用や、車両維持にかかる費用などの固定費の、削減に、寄与いたしました。また有給資産の売却です。弊社で保有していたゴルフ場の会員権や、福利厚生の一環として所有していた保養施設なども利用頻度も低いことから、固定資産もかかりますので、利用者も限定的であることからですね、売却いたしました。まあ、これによりまた経費の削減となりました。続きまして2つ目の変化へのチャレンジです。まあ、これはですね、変わるために生じる一時的な痛みを恐れない、まあ、今まで、の流れを変えることはですね、誰でもいいとは思っているんですけれども、やっぱりみんな流れが変わるということは嫌なことだと思います。まあ、痛み煩わしさを恐れずやってみてですね、やればですね、必ず先はいいものになると信じてやるということをやろうと思っております。まあ、そこで経営資源の投下先のですね、見直しをいたします。先ほど、弊社の営業部長が話しさせていただきました通り、今まで当たり前であった省流を変えていこうと思っております。例えばですね、弊社の主力商品の輸入ブロイラーを縮小して、違う商品にシフトしていきます。これは相場型の収益構造を取っている商品でしたので、まあ、時流がいいとき、まあ、相場がいいときは会社に大きく利益を残し貢献いたしましたが、相場が悪いときですねは会社に大きな打撃を与えます。過去で言いますと、弊社が債務超過に陥ったときなどは、まさにこれに当たると思います。まあ、相場型収益構造を脱却してですね、安定収益を拡大していくことを、やっていこうと思っております。続いて、仕入れ産地の抜本的な見直しをしようと思っております。まあ、先ほども言ってますが、運転資金が大きくない弊社は資金回転率を上げていくことで、同じ資金を使っても前の収益と売上を上げることができます。まあ、言い換えますと、資金を、がかかる距離を短くする、まあ、船の日数を、まあ、考えながら商品を変えていくということで、サイトの短縮ができ、効率よく資金を回転することができます。資金回転率が売上利益に大きな影響を及ぼすことから、海外への仕入れから国内の仕入れと商材ごとに切り替えて、仕入れの抜本的な見直しをしてまいろうと思っております。まあ、これらを行うとですね、今期につきましては、まあ、相応の売り上げがなくなりますので、変革や売上利益ともに、まあ、横ばいになるのかなというふうに、想定しております。まあ、これをやることでですね、自力のついた営業体制になると思います。まあ、このような痛みをどの伴いますけれども、まあ、チャレンジしてまいりたいと思っております。3つ目の、未来の短命の種まき。まあ、目先のことにとらずですね、100年先、200年先の存続企業を目指そうと考えております。まあ、企業の存続成長を支えるのは、やはりよく言われますけれども、企業は人が命ということです。まず私が初めに行ったのはですね、従業員の報酬を、見直しました。また、8月の第三者割増増資の時にですね、創業初のですね、ストックオプションを従業員に付与いたしました。これにより従業員の、仕事や会社に対するモチベーションを向上させるとともに、まあ、これを機にですね、従業員が、まあ、本当に会社を好きになってほしいと考えております。今までのやらされ仕事からやりたい仕事に変えようということです。変わったことでですね、徐々に発想にも変化が現れ、仕事に対する取り組みが変わってくることでですね、いろんな新規事業へと、つながっていくものと思います。まあ、決してですね、今行っている、既存事業をですね、否定するわけではなく、既存事業はさらに大きく、伸ばして柱としてですね、第2の矢、第3の矢を育てるべく、新規事業に取り組みをしていきたいと思っております。続いて、弊社が取り組みしている新規事業につきまして、ご説明していきたいと思います。8月にですね、新規事業のために資金調達として第三者割当増資を行いました。新規事業はですね、第2の収益事業の創出と、既存事業とのシナジー効果を目的に、環境に配慮した事業を行おうと考えております。何よりも太陽物産の存続意義とですね、社会的意義に重きを置いて取り組みしていこうと考えております。まあ、今チャレンジしていることは、地球温暖化に及ぼす影響が大きい、
温室効果ガスとして考えられているメタンガスですが、メタンガスによる温室効果は、CO2 の、実に20倍にも上ると言われております。またメタンガスが、排出の要因の大部分がですね、大きな要因としてですね、牛が、胃で餌を分解する際に発生するゲップに、含まれているものであるということが世界的にも知られております。我々はお付き合いさせていただいてます、牛の生産者の方にですね、ご協力していただき、弊社でその牛肉の、取り扱いをさせていただこうと思いまして、牛などにですね、餌をですね、調合していただき、低炭素牛というものを作ってもらおうと思っております。その取り組みをしている中でですね、生産者の方に、問題点を聞いてますと、今一番困っているのは環境というよりも、環境問題というよりもですね、人の問題であるということを、教えていただきました。人手不足で、担い手不足で、やはり重労働に耐える、人材不足だということを言われました。で、私自身もですね、昔から畑仕事をよくしておりましたが、やはり厳しい仕事だなというふうに思っております。で、人材もですね、見込むのは難しい業界なのかなというふうにも考えております。この問題点をですね、先にクリアしていこうとですね、また新たに手掛けていることは、中国資本の日本企業とパートナーシップを組むことで、中国の最先端の IT 企業と協業してですね、生産の、牛の飼育生産の時にですね、 AI を取り入れた飼育を行い、人手を軽減することで社会貢献できないかとも、考えております。内容といたしましては、牛などの首輪やイヤータグというんですかね、にセンサーをつけてですね、牛の個体のですね、居場所を把握したり、早期の体調変化を聞くことでですね、死亡率の低下を目的としようとしております。生産現場に人がいなくてもですね、現場作りができるということで、農園全体をですね、人に優しいことにすることで、SDGs の取り組みを、していけるのかなというふうに考えております。またその、事業をですね、弊社がサポートできるようにチャレンジしていこうと思っております。それから、農場から出る二酸化炭素の排出の、抑制として、牛舎の屋根にですね、太陽光パネルを設置して、牛舎内の温度を下げ、ストレスの少ない牛を育てることでですね、できると思います。で、また屋根に設置した太陽光パネルで発電した電力を、農場に使用することで再生可能エネルギーへシフトしていき、カーボンニュートラルのお手伝いをしていけるものであると考えております。これらのことをすることでですね、今期の売上と利益の拡大を図っていき、業績の上積みをしてですね、第2、第3の矢を作っていきたいと考えております。以上がですね、弊社で今行っている、新規事業の概略となります。2023年のですね、業績の見通しなんですけれども、売上は言ってるように横ばい、ですね、なる予定です。利益もですね、原材料高とですね、円安でですね、横ばいになる予定です。今期につきましては変革期に当たりますので、利益より中身の入れ替えに注力して考えております。来期より、売上利益ともに今日のようにですね、伸ばしていければなというふうに、思っております。それではですね、次に決算のハイライトですが、昨日決算短信を発表いたしましたので、決算の内容の説明をですね、うちの、担当部長のですね、伊坂よりご説明させていただきたいと思います。はじめまして、大学さんの、管理部門の責任を務めております、総務部の伊坂と申します。どうぞよろしくお願いします。それではですね、2020年9月期の決算内容の説明を始めたいと思います。まず損益計算書のハイライトからご説明をしたいと思います。2020年9月期82期ですね、売上は210億と4000万円。売上総利益は7億4000万。販管費は5億1000万。営業利益は2億3000万。当期純利益は1億3000万円となりました。
80日につきましては、ドリンクの輸入販売において、国内需要の予想以上の伸びもありまして、売上高で前期128%、売上総利益は 116% となりました。まあ、ただ、販売費におきましては、将来のための投資も行ったこともありまして、前期比では122% 増加となりました。しかしですね、最終的には当期純利益につきましては、前期で 117% と、2020年9月期から3期連続で、増収増益ということもなりました。続きまして、貸借対照表についてご説明させていただきます。資産は82億円、負債は76億円、純資産は5億円弱となりました。資産の上では、現預金が約3億円弱と、まあ、前日の 17% と、なっておりますけれども、こちらは営業活動のスケールがですね、本当にかなりスケールが大きくなってきたことによって、その分、現金の分が売掛債権、商品の方にシフトしているためであります。それに伴いまして、まあ、負債の分につきましても、その影響によって仕入れ債務の方が増加しています。純資産の分につきましては、前々期、2020年9月期は、債務超過でありましたけれども、前期、当期と、当期純利益の計上、第三者割当投資、こちらの方もですね、実施しましたことによって、着実に純資産を積み上げることができました。当期におきましては、減資の実施、により資本剰余金を、まあ、利益剰余金の方にですね振り返って、将来、副配ができる、体制を作るということで、準備をいたしました。続いて2023年、9月期の業績予想について、ご説明をさせていただきたいと思います。売上高は、前期実績とほぼ同水準になるものと予想し220億円、売上総利益は7億5000万円、営業利益は3億円、当期純利益は1億9000万円、こちらを予想しています。私からの説明は以上となります。ありがとうございます。それでは、今期につきましては、海外を進める年としてですね、また移行時期に当たりますので、先ほども言いました通りですね、売上利益等も横ばいになるものと思っております。今後はですね、新規事業につきましてもですね、種まきの最中ですので、芽を出すことのを最優先に考えてですね、やっていきたいと思っております。まあ、今後は回転率を意識して取り組み、第2の矢、第3の矢が伸びることでですね、この10年でですね、売上を倍増したいと思っております。まあ、最後になりますけれども、弊社として今期ですね、株主さんへの還元としては、前期で、の取り組みとではですね、株主優待制度を導入してですね、クオカードの配布を行いました。今期につきましてもですね、実施したいと考えております。また今後につきましても業績に応じて配当や、株主優待制度の充実、株主様への利益還元を積極的に推進できるよう、業績の向上を目指してまいりたいと思っております。短いですけれども、今後とも太陽物産をですね、よろしくお願いいたします。こちらで私どもの IR 説明会をさせていただきます。短いでしたが、本日ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。